著名なテクノロジーでな、系中華トイガンの M79 グレネードランチャー BB 弾仕様のスカート仕様にしてみた。皆さんこんばんは。銀河帝国警備保障のワン大佐です。前回の動画では我が社のロボット警備兵ジーンが YouTuber を気取って動画をアップしていましたが、思いっきり AI の審査で引っかかった挙句に再審査請求でも弾かれていました。やむえず動画タイトルとサムネイルを M79 グレランと関係ないものにしてようやく公開にこぎつけたようです。おもちゃの銃の動画をアップしただけなのに審査が厳しすぎますね。今回はこいつの BB 弾仕様カスタムのネタですが、その前にちょっとこれからの予告などをご紹介。一つ目はこいつです。レベッカ 18G です。パッケージからしてかっこいいね。二つ目はこいつ。モーゼル C96。こいつはモデルガンだからまた AI 審査で弾かれること間違いないです。三つ目はこいつです。みんな大好きグロッキュー。ジョニーな人も思いっきり沼にはまっているようですね。順次、動画にしてアップしていくからお楽しみにしてくださいませ。さて M79 グレランの BB 弾仕様化だけど、前回の動画でもジーン5長が紹介していたように、こういうスポンジダーツが3本入るカートリッジなんですよね。この穴にアルミパイプを突っ込もうと思っていたんだけど、もっと簡単な方法がありました。モスカートに代表されるグレネード弾カートリッジがほぼ同サイズなんですよ。この M79 グレネードランチャーでこのガスカートリッジを使ってみましょう。今回のカスタムで使用するのはこれだけです。なんだかわかりますか？スポンジダーツ弾の弾頭部分をカットしたものです。これの切り出し方をやってみましょう。まずは弾頭部分をネジネジして外します。外した弾頭部分をこんな感じにカッターで切り出すだけです。使用するのはカッターナイフでもデザインナイフでもいいですけれど、怪我をしないようにご注意ください。弾頭の前から1ミリくらいの位置に刃を当てて、中心の軸まで切らないように外側に刃を入れていきます。弾頭を前後に転がしながら、徐々に力を加えていくと綺麗に刃を入れられると思います。これはちょっと厚かったですね。もうちょっと薄い方がいいです。ぐるっと刃を入れたら、いらない部分をカットしてしまいます。軸に沿って刃を当てて下ろしていき、全部切らないようにカットします。なんか料理しているみたい。すみません、ちょっとピントがボケちゃいました。こんな風にカットした部分を剥がしていきます。綺麗にカットしきれていなかった場合はさらにカットしましょう。まだ軸の周りに少し残っています。こんな風に綺麗にしてください。柔らかい素材なので、結構簡単な作業です。先端部分がまだちょっと厚かったですが、こんな感じにできれば OK です。次は軸の部分を半分くらいにカットします。これを使うだけでガスカートリッジを使用できるようになります。この丸い部分がガスカートリッジのお尻のボタンを押すのにちょうどいいんですよ。ガスカートリッジの方が若干細いのですが、とりあえずこのままグレランに装填可能です。さっき切り出した部品を、グレランのエア放出口の中央の丸い部分にセットします。こんな風にちょうど入るんですよ。
コッキングしないと若干浮くくらいがベストです。コッキングでピストンが交代したらこの部品を切ったり後ろに合わせます。で、こっちじゃなくて、ガスカートリッジを装填します。若干緩いですが、きちんとセットできます。これで、あとはトリガーを引くだけです。撃てちゃいましたね。先ほどの部品の先端を薄くしておかないとここでバレルオープンがしづらくなります。この部品をつけるだけで BB 弾仕様になりますし、外せば元のスポンジダーツ弾仕様に戻せます。以上です。どうでしたか？ガスカートリッジのお尻をポンと叩くパーツを入れただけですが、トリガーを引けば BB 弾がバシャーッと飛び出しますよ。我が銀河帝国警備保障の技術開発力も捨てたもんじゃないね。これが早く開発されていれば赤いもあんなことにならずに済んだのに。まあ、そんな話は置いておいて、今回はこれでおしまいです。